Spotify はスウェーデンの企業 Spotify テクノロジーによって運営されている音楽ストリーミングサービス。2021年7月時点で3億6500万人のユーザーを抱えており、音楽配信サービスとしては世界最大手である。パソコン、スマートフォン、タブレット型端末、ゲーム機などの電子端末に対応している。 日本では2016年9月にサービスが開始された。運営会社の Spotify テクノロジーは2006年夏にスウェーデンストックホルムで創業され、2008年10月にサービスを開始した。背景には、当時スウェーデンの音楽業界が海賊版や違法音楽データの横行による音楽セールスの激減に悩まされていたという事情があり、その問題を解決しアーティストらに 十分な利益を還元することが当初の目的であった。同社は創業から一年半で800万人を超える顧客をヨーロッパで獲得し2011年にはアメリカ進出を果たした。2021年9月現在178の国と地域でサービスを展開している。4大レコードレーベルのソニーミュージックエンタテインメント EMI ワーナーミュージックグループ、ユニバーサルミュージック、および独立系のマーリンネットワーク、オーチャード、コスモスミュージックグループと契約を結び、合法的な音楽配信ビジネスを行っている。経営理念として、海賊版の撲滅を掲げるスポティファイは、優れたサービスの構築により、発足から5年間で、海賊版の利用者を著しく減少させたとしている。 フェイスブックとの連携も行っており、以前まで配信には P2P P 技術を利用していた。2013年時点では年間10億ドル以上の収益を上げており、そこからアーティストへのロイヤルティとして5億ドルを支払っている。これが重荷となって Spotify は赤字が続いており、権利者への印税の減額交渉を開始するなど収益改善に取り組んでいる。 2015年3月にソニーとの提携により、プレイステーションミュージックを世界41カ国で開始し、ソニーコンピュータエンタテインメント製のゲーム機プレイステーション3及びプレイステーション4でのサービス利用を可能にした。2016年9月に日本でのサービス開始を発表。同年9月29日に招待制でスタートし、11月9日から、 正式サービスを開始した。2017年3月には、全世界での有料会員数が5000万人を突破し、同年8月には6000万人を超えたことを発表した。その後も、有料会員数は年々増え続け、2019年には、上記の1億800万人に至っている。 2017年8月、マイクロソフトのゲーム機 x b o x one でのサービスを開始した。また、同月、人種差別的な白人市場主義のヘイトバンドの楽曲を配信楽曲中から削除したことを発表した。2018年2月にニューヨーク証券取引所へ上場申請し、同年4月に発明165.9ドルで上場した。 初日の終値ベースで、時価総額は265億ドルとなった。2021年2月、高音質ロスレスオーディオ配信サービスの Sp、Spotify Hi-Fi を発表。CD と並ぶ音質での利用が可能としている。2021年の後半に一部地域で展開される、予定。Spotify プレミアムのプリペイドカード現在、提供されているサービスには、 無料の Spotify Free と月額制の Spotify Premium の2種類があり、いずれも5000万を超える楽曲を提供している。ただし、Free では広告の挿入や機能制限がある。Free のウェブプレイヤーでは AAC128kbps、アプリでは HEOCF に 24kbps、または a g ボー v ス9 6から 160kbps で再生でき、 プレミアムでは、ウェブプレイヤーで、AAC256kbps、アプリで、h e o c フに 24kbps、または、a g v o v i 9 6から 320kbps の音質が選択できるようになる。プレミアムのみで利用できる機能としては、再生する曲の自由選択や、曲順の変更に加え、端末に楽曲を落として、オフラインで再生する機能や、対応する。 ワイヤレス機器やネットワーク機器から直接ログインして再生する Spotify コネクトが挙げられる。Spotify は1ヶ月980円で使用できる2013年に日本法人が設立。設立当初の代表取締役はハネス・グレー。2016年9月29日に日本でのサービスを開始した。メールアドレスを登録し、 招待コードを受けた者からサービス利用可能。フリーでも初めの30日間はプレミアムを体験できる。同年10月1日、玉木一郎が社長に就任。2016年11月10日には一般公開が開始され、招待コードなしで誰でも利用できるようになった。2018年3月に俳優の清水博成と三吉彩香が出演する。 TV 広告が関東地区、東海地区、関西地区で放送された。同年4月には俳優のアンズが出演する CM3 編が関東地区で放送された。Spotify をはじめとした低学生音楽配信サービスは従来の CD やレコードによる音楽販売や先行する音楽配信サービスである iTunes のビジネスモデルを 脅かすサービスとして世間から注目を集めている。その一方でこれらのサービスの普及によるアーティストの収入低下が懸念されている。例えばアメリカの人気ロックバンドであるメタリカはスポティファイに楽曲を提供してからアルバムの売り上げが35%落ちたと主張している。トム・ヨークはソロ作品とアトムス・フォー・ピースの作品を Spotify から引き上げており、このシステムでは弱小レーベルや新人アーティストに十分な報酬が入らないと Spotify を批判している。テイラー・ソイフトも自身のアルバム1989を含む全楽曲を Spotify から引き上げ、音楽は芸術であり価値がある。音楽は無料であるべきではないと主張した。キング・クリムゾンも Spotify のストリーミングサービスへの音源提供を拒んでいた。その他にも人気でありながら、Spotify での楽曲リリースをしていないアーティストたちは数多く存在する。これは他の定額制音楽配信サービスにも言えることである。世界規模の利用者の広がりにより、人気の高い音楽家の作品は1曲だけで10億回を超える再生回数を記録することもある。 2017年の間で14億回再生された Shape of You をはじめとしたエドシーランの楽曲は合計で累計63億回の再生回数を記録し2017年 Spotify で最もよく聴かれたアーティストとなった日本でも英米歌手の規模には及ばないにせよ新人にもかかわらずアムパムのように世界でヒットする新人が出始めている 2018年3月現在、Spotify のサービスを利用できる国及び地域は以下の通り、ありがとうございます。